あんなにキラキラした女の子この世にいるなんて。彼女こそ100年に一度、いや1000年に一度の美少女だ。すげえ、なんかキリッとした顔になった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、なんかおばちゃんの真ん前にナビワンが。新元町桜プリンセスコンテスト受付よ。飛び入り参加も大歓迎。まあ、さっきの女の子の参加エントリー見たのかしら。ファンからの熱い推薦ってわけね。ふみちゃんと夏目ちゃんが一緒に出場するのね。はいはい、ありがとう。さあもうすぐイベントが始まるわ。ふみちゃんのことちゃんと応援してあげなさいね。もういきなり始まるの。頑張ってね、ふみちゃん。お任せを。夏目さん、応援は任せてください。おい、なんかすっげえ可愛い子がいるぞ。あの子もプリコン出るのかな。何、誰のこと。あ、こっちの二人ではないのか。うわ、本当だ。俺あの子に投票しちゃおっと。どうやら手強いライバルもいるようだな。うんうん、大丈夫、ふみちゃんなら絶対優勝できるよ。ありがとう。それじゃあ頑張ってくるね。お言葉ですが、主天道寺様、このようなくだらぬ見せ物に本当の姫が現れるんですか。凍結。これは鬼桜が満開に。ではやはり姫はこの町に。ああ、ようやく理解したか。鬼桜がこれほどの輝きを放っているのだ。すでに姫はご自身の力にお気づきかもしれん。うん、なるほど。自らを姫だと思っているのならプリンセスコンテストにも出るだろうと。それは違うと思うけどね。さあ、お姿をお見せください、姫。楽しそうね、あの二人。あ、あの一番右端の子かわいい。一人だけ系統が違うお嬢様系や。さあ、始まりました。新元町桜プリンセスコンテスト。新元町商店街を元気に盛り上げるため、こんなにプリンセス候補が集まってくれました。それでは最初はプリンセススピーチ。参加者の皆さん、自己アピールをお願いします。こんなの飛び入れできるもんな。小さい頃からこの商店街でお買い物してきました。いつも元気をくれるこの場所が大好きです。商店街の常連さんがプリンセスに立候補。元気でマスコットガールになってくれそうですね。お次はもぐもぐバーガーのお姉さん、張り切ってどうぞ。あれなんや、制服のままなんやね。いらっしゃいませ。優勝したらバーガー全品半額にしちゃいます。もぐもぐバーガーをよろしくお願いします。完璧に宣伝や。なんとこれは魅力的なアピールです。突然の半額宣言に観客もヒートアップ。もうそれは半額目当てやね、入れる人はきっと。お次は仲良く2人で参加の女の子、張り切ってどうぞ。本当に一緒になんや参加。はーい、夏休みの思い出に決まれず参加しました。応援よろしくお願いします。ふみちゃんと夏目です。よろしく。ふみちゃんってばやっぱり可愛い。夏目さん素敵、こっち見て。夏目さんに商店街を案内してもらって、今日は一日目いっぱい遊んじゃうつもりです。ゲームセンターとかドーナツ屋さんとかいろいろ行ってみようね。まさにフレッシュ、楽しんでいてくださいね。この子超可愛い。姫のあやめと言います。よろしくお願いしますね。最近この町に引っ越してきたんですけど、とってもにぎやかな商店街でワクワクしてます。こんな素敵な街で暮らせるなんて、これからの毎日がとっても楽しみです。ワンダフル、まるで私たちの毎日までキラキラ輝いちゃうそうのスピーチですね。後ろの人たちもそうなんやろ。あ、そこのスピーチはなしか。何、どうした。すげえデレデレじゃねえか。かわいい姫のあやめさん、あんなにキラキラした女の子この世にいるなんて。彼女こそ100年に一度、いや1000年に一度の美少女だ。すげえ、なんかキリッとした顔になった。飽きなるけ、姫あやさんに一目惚れってやつですね。何その略し方。姫あやさん、なんて素敵な響きなんだ。なんかアイドルみたいでグッとくる。姫野さん、姫あやさん、あやめさん。はい、ありがとうございました。どのプリンセス候補も素敵でしたね。それではこれより投票タイムに入ります。彼女こそプリンセスという女性に清き一票を。うん、よし、お
子は全員で最も輝いていて夏目さんに投票しようじゃないか。おいおい、それを言うなら姫綾さんでしょ。あれほどプリンセスにふさわしい子はないよ。まいったな。もぐもぐバーガー優勝したら半額か。そこがやっぱりそこが魅力的。トーマくん、もしかしてもぐもぐバーガーのお姉さんに投票？みんなバラバラだね。ケイタくん、大事な一票ですから心を込めてお名前を書きましょうね。うん、そうだね、投票行ってみよう。ちゃんと投票できるの？ケイタくんの一票は当然決まってますよね。みんなの話聞いたらちょっと迷ってきたかも。あーてね、あなたちょっと意思弱すぎじゃないですか。まあとりあえず、どのプリンセス候補もとっても素敵だったわね。さあ誰に投票するかもう決まった？はい、一応。それじゃああなたのプリンセスのお名前しっかり書いてちょうだいね。一番最初のお姉さんがないやん。私個人的にはあやめさん。しかしケイタだからふみちゃんということにしておこう。投票ありがとう。結果発表が待ち遠しいわね。あ、こう2人での参加になるけど投票は1人ずつな。皆さんお待たせいたしました。それではこれより投票結果をお知らせします。第1回新元町桜プリンセスコンテスト、栄光のプリンセスに選ばれたのは、私こういう髪色になりたいんやけど、姫のあやめさんです。さあ皆さん大きな拍手で商店街でプリンセスをお迎えください。私がプリンセス？でも似合ってる、めっちゃ似合ってる。はい、おめでとうございます。それでは早速優勝商品の贈呈です。ほら上品そうです。うるわしのプリンセス、よくのコンテストに優勝なさいました。あれって坂見くん、何やってるこんなところで。なんだあいつ、なんて美味しい役を。俺だって M さんに優勝商品渡したい。そういう役目な。こちらが優勝商品の南の島のリゾート駅ペアチケットです。どうやったらそんな役目が貸し取れるの？姫のあやめに優勝商品のリゾートペアチケットが手渡された。声も可愛い。さらにあなた様にはこちらの商品も。姫のあやめにドラッグファインの3000円割引券が手渡された。おお、めっちゃいいね。姫のあやめにペンギン堂のスペシャルソフトクリーム引換券が手渡された。うわーいいなー。姫のあやめにミズドーナツのドーナツ10個無料券が手渡された。姫のあやめにヤミーズのファミリーお食事券が手渡された。ちょっと君、それ全部他の人に渡す参加賞だよ。ゆいー、豪華すぎると思ったらそういうこと。おい、この方をどなたと心得る。新元町商店街のプリンセス姫のあやめ様だぞ。はあ、いやそれはそうなんだけどね。参ったな。これアルバイトかなんか募集しとったんかな。これであなたこそ真の姫、商店街にとどまらず全ての世界の頂点に立つべき姫です。姫じゃなくて姫のなんですけど。神くん何やってんだろう。変わった演出なのかな。プリコンに参加していただいた皆さんにはちゃんと参加賞をお渡ししますので。それでは新元町桜プリンセスコンテスト、これにてお開きとさせていただきます。みんなめっちゃ引いとるやん。妖怪探偵団のみんなと話そう。ありがとう。ケイタくん、私に投票してくれたんだね。ありがとう、とっても嬉しい。参加賞でもらったドーナツ、ケイタくんにも分けてあげるね。ありがとう。まだまだ行ってないお店もあるし、一緒に遊びに行こう。チョコットドーナツを4個手に入れた。え、めっちゃいい。モチリンロールを4個手に入れた。ふわー。エンジェルリングを4個手に入れた。ドーナツ食べたいな。ありがとう。あー、楽しかった。今日はありがとうね、みんな。うんうん。俺もすっごく楽しかった。また遊ぼうよ。廃棄案件が落ち着いたらもっといろんなところに遊びに行ってみよう。おにゃん、あきなりくん、何やらぼーっとしてますけど。にゃん、プリコの後からずっとこんな調子にゃん。どうしちゃったにゃん。あやめさん可愛かったな。またどこかで会えるといいな。なるほど。
あのプリンセスに選ばれた女の子が気になってるんですね。うん、確かに可憐ではあったな。もちろん私は夏目さん一筋だがな。話しかけに行けばよかったのに来らんかったんかな。同じ町に住んでるって言ってたし、きっとすぐに会えるって。しかも年齢近くて最近引っ越してきたってことは同じ中学校とかじゃない、違うんかな。おお、そっか、そうだよな。へへ、なんか元気出てきたぜ。明日からまた探偵団頑張るぞ。帰ってきた？ん？なぜここに？何？依頼？すみません。姫のあやめです。昨日振り込んでお会いしましたよね。なんで姫あやさん？本物？おほぼさんに案内していただいたんですが、やっぱりご迷惑だったでしょうか。あやめさん。顔。いえ、全然迷惑なんかじゃありません。むしろお会いできて光栄です。あきのり態度変わりすぎ。やっほー。ケイタもフミちゃんの前だとあんな感じやん。うん。俺もなんか恥ずかしいな。それで妖怪探偵団にどんなご用で？実は私、はい、見えるんです。お、見えるというと妖怪がってこと？あ、この子たちがってことはさっきまでの会話とかも全部聞こえとったってことか。見えちゃうんです。なるほど。仲間になるパターン？昨日商店街で皆さん見かけた時、この子たちとおしゃべりしてるのに気づいちゃって。私も仲良くなりたいって思ったら、たまらずに押しかけてしまったんです。あ、依頼じゃないんよね。ってことはやっぱり仲間になるんかな。いいにゃん、いいにゃん、仲良くするにゃん。俺っちゃ千葉にゃんのにゃん。ぜひともお友達になりましょう。私はウィスパーと申します。ありがとう。ありがとうね、チバニャンウィスパー。あやめさんがあんなに近くに。チバニャンたち羨ましすぎる。はい。それで、もしよかったら私も皆さんの妖怪探偵団に入れてくれませんか？もちろん歓迎しちゃうよ。ね、いいよね、アキノリ。まあ、前まで妖怪ウォッチを持ってなかったアキノリがおったぐらいやけんねん。うん、はい。イエスイエス。有星明則です。大歓迎します。ありがとうございます。改めまして、私、姫のあやめと申します。よろしくね。9月から桜台に中学校に通う中学2年生です。よろしくね。私たちも同じ学校。それに中2って同級生じゃん。あ、私は天野夏目。よろしくね。うん、覚えてる。昨日プリコンでったもんね。よろしくね。夏目ちゃんにふみちゃん、これからよろしくね。あやめさんよろしく。そうね。こっちのトーマも同じ学校だよ。よろしく。夏休みの間に町のことを覚えていけるといいね。うん。俺の名前はケイタ。よろしくあやめさん。そういえばもしかしてあやめさんも妖怪ウォッチを持ってるの？あれ？妖怪ウォッチ？ううん。時計は持ってないけど。ウォッチを持ってなくても見えるタイプ。俺と一緒ですね。うん。私まだまだ妖怪のことよく知らないけれど。探偵団の役に立てるように努力するね。よし。ありがとう、あやめさん。それじゃあ早速、怪奇案件の調査に行くぞ。うすらのらクエストをやってみよう。キークエストをクリアして、ストーリーを進めよう。ねえねえ。探偵団のみんなはこの街のどういう場所を調査してるの？桜本町だけじゃなくて、謎ある場所ならどこでもさ。例えば、こことは違う別の世界とかね。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、妖怪ウォッチは持ってないみたいやけん、最初の頃のアキノリと同じように、操作はできんのやろうけど、これからもずっと一緒におる子なんかな、この子は。それなら、私的にも嬉しいけど、可愛いし。